こんにちは、ごまプリンです。2020年の相模湾のマグロ釣りとうとう終わってしまったんですけれども、あ、切れてる。あ、うわ、ボロボロだ。飲まれたんだね。一時期ですね、マグロに針を飲まれるといういわゆる飲まれ切れに悩まされた時期がありまして、マグロは歯が鋭いので針を飲まれるとこうやって針巣がギザギザになって切れてしまうんですけれども、なんとマグロに針を飲まれない結び方があるというので、その結び方をですね教わってきました。久保田さんですね、ご存知の方も多いかもしれません。2019年は翔太丸で 63.2kg のマグロを釣り上げていて、2020年は和吉丸で 55.45kg のマグロを釣り上げております。でその久保田さんもですね、マグロに針を飲まれて苦しんだ時期があるということで、その時に編み出した結び方というのを今回太っ腹にも公開していいよって言ってくださったので紹介してみたいと思います。で実際にはですね、例えばこのジャイアントキハダマグロの16号と東方産業の絡み止めパイプ超軽ムラの 1.0 ミリとかですね、こんな感じで使っていくんですけれども、今回は説明なので、このでっかい針と強化チューブの 1.5 ミリこちらを使って結んでいきたいと思います。でもし強化チューブを使う場合は、この端っこですね、ライターで軽く炙ってあげるとほつれにくくなります。で針巣をチューブに通しまして、さあですね、この針巣の先端を針の管の上から突っ込みます。で実際の結び方は外掛け結びか補強結びどっちでもいいんですけれども、実際久保田さんが取られているのは外掛け結びなんで、そっちをちょっと紹介したいと思います。で針の下にですね、こんな風に針巣をあてがって、この部分をしっかりと指で持ちます。そしたら針の向こう側から針巣を手前側にこう持ってきて、1、2、3、4、5、まあ、大体5回ぐらいでいいと思うんですけれども、ぐるぐる巻いたら、その部分を今度はまた親指でしっかり固定して、でこのループのところにですね、針巣の先端を入れてあげて、であとは形をきれいに整えながら引っ張っていきます。はい、できました。で例えばですね、これが実践で使われているジャイアントキハダマグロと東方産業の絡み止めパイプ1ミリの組み合わせなんですけれども、見ての通りですね、こんな風に角度がついています。でこっちが例えば坂本結びで普通に結んだ仕掛けなんですけれども、こういった通常の仕掛けでも針先が眠っていればですね、まあ、口の中ではこの部分が当たって、で外に出る時に初めてこうグッと針先が刺さってフッキングすると思うんですけれども、これでも飲まれてしまう時があるということで、久保田結びは針巣自体に眠りをつけることでさらに飲まれにくい仕様になっております。ただ一つ注意点もありまして、仕掛けの落下時ですね、通常の仕掛けだとこういう風な角度で落下していくのに対して、久保田結びはですね、この角度で落下していきます。なので丸掛けにするとちょっと餌が崩れやすいですね。なので餌の付け方は、まあ、水晶は抱き合わせになるんですけれども、久保田さんはですね、付け餌の加工でも工夫されていて、この結びでも丸掛けでやってるみたいです。あとフッキングの際もですね、通常の針よりはこう針がクッと刺さるときに力が必要になりますので、普通の天秤の場合はズルズルでも大丈夫なんですけども、誘導天秤使われる場合は 3、4kg くらいですね、ちょっと強めに入れといた方が良いかもしれません。というわけで久保田結びの紹介でした。もう飲まれちゃってもどうしようもないという方はですね、ぜひお試しください。